磁気バブルとは、磁性体単結晶を特定の結晶方位で切り出した、白膜に存在する、膜面に対し垂直な円柱状軸のことを言う。1960年代に、ベール研究者のボーベック等が研究、開発を推進した。この白膜の軸は、外部磁界をかけていないとき、上向き軸と下向き軸が迷路上に入り乱れたストリップ軸を構成している。 このストリップ軸構造に対し垂直上向きの外部次界を印加すると上向き軸の成長が促され帯の幅が広がり逆に下向き軸の帯の幅は狭くなっていくさらに外部次界を強めると下向きの帯は連続が立たれその長さもそれぞれ短くなり最後には円柱状の一つの軸となるこの後も外部次界を強めるに従い円柱軸は 次第に小さくなるが、ある因果時間以上となると、下向き円柱軸は突然消滅する。この様子があたかも泡が突然潰れたようなので、このような円柱軸を磁気バブルと呼ぶ。コナミのバブルシステムボード磁気、バブルメモリは蒸気の減少を応用した記憶装置である。読み書きが可能な不揮発性の補助記憶装置として使われる。可動部分がなく、 振動や人愛などの影響を受けないのが利点であるが、外部の磁気の影響を受けやすくデータ損傷が起きやすい欠点もあった。ロムカセット上のリムーバブルメディアとして使われることが多かった。例えば、1981年にシステムズフォーミュレート社が発売したバブコム82補助記憶装置として標準装備され、また富士通の FM-8、FM-11 で 内蔵、外付けのオプションで利用できた。また、コナミの業務用ゲーム機などにおいて、基板上に直接実装される応用もあった。登場当時は、半導体メモリより大容量であり、一定の需要があったが、エプラムやフラッシュメモリなど、不揮発性半導体メモリの大容量化や、ハードディスクの小型化などに伴い、需要は収束した。ありがとうございます。